イエーイ。どうも、はじまきよしおです。なんかいつも俺はさ、始まり方で後悔してるんですよ。なんかいつも俺さ、始まり方もよく、なんかあのおしゃべりの話題の始まり方下手なんだけどさなんか俺始まり方で損してるんですよね。何が損してるかって、自分の気持ち、あ、気持ちとかじゃなくて、あのね、自分が自分の動画見ようとするけどさ、始まり方が基本的に俺キモいじゃん。こだわってないから、いや、こだわってないからキモいんじゃなくて、あの、こだわってない結果キモくなってる。だからこだわってないからキモいってわけじゃないんだけど、こだわらなかったせいでキモい方に行きやすくなってるじゃん俺はまあみんなにまだ見せてねえんだけどさ、俺マリオメーカーのコースを作る動画撮ったんだけど、それも最初の動画、やそのピーナトですっていうね、あのピーナトの挨拶なんだけど、今俺がこの挨拶を真似しただけでもちょっと俺ピーナト嫌いなんで、なんかね、俺は なんで嫌いかっていうのはね、普通に面白くないからっていう、そんな感じなんですけど、俺は嫌なんだけどね、別につまんないし、もう活動やめてるしね、ピナト。やってるかと思ってたらやってなかったし、あと、あいつの動画なんかあんま見たことないしな、まあね、よくないよね、なんか。どうでもよくなってきちゃった。ピザ食った。ドミノピザ食ったんだけど、めっちゃ高えのな。5000円いっちゃってさ、それもう俺の金で払ってるんですよって。いや、当然のことかもしれないけど、俺やっぱ、ご飯ってやっぱお金すごいかかるじゃん。だから俺全部お母さんに払っててもらったんだよ。まあお母さんのお金ではあるんだよ。別にお小遣いってもんも。それでも払いたくないんだけど、お母さん今ね、お金ないから、カツカツなんだよね。だからドミノピザ買ったけど、なんかすごい後悔した。なんかドミノピザのなんかニューヨーカーってやつを買ったんだけどさ、あれ割引効かねえのな。だから2枚目割引しよっかなとは思ったんだけど、2枚も食えんしって思って、今あのめちゃくちゃでかいやつ1枚も食い切れてないのに、2枚目食うのもどうかなって思うし、何がうぜえかって2500円で、あのサイドピザをもしなんかね、あの2枚目無料、安い方無料ってなったやつを買ったとしても、その安いんですよ、ニューヨーカーって。意外にでけえくせに。だからそのなんだろうな、買えねえの L サイズピザが。全部ギリ買えない、全部。びっくりした、キモって思っちゃった。そういうなんか意地悪の仕方してくるんだドミノピザって思っちゃって、死ねって思っちゃったね。ね、もしこれドミノピザの人に見られて訴えられたらね、俺はね、お金払いたくないんで、すごい謝るし、この動画も消すし、でも、あんまもうね、買わないよ、俺は、ドミノピザ。ナゲットクソまずかったし。なんか、バーベキューソースつけてきたのムカついたしな、そもそもナゲットが美味しくなかった。ピザーラに比べて。でも、大きいピザは夢があった。それだけかな。大きいピザはいいね。大きいピザはいいよね。なんだよ、それ。クイナがゾロに行ったね。男っていいよね。男の子はいいよね。みたいな感じでね。大きいピザっていいよね。言ったから、ワンピースネタ出すな！ねえ、オタクはキモいから。別に何の面白さにもつながらないし、その点自体が面白くないし。点と点をつなげて面白さのね、線も描けないし、それそのものも面白くないし、こうやってなんかね、言い訳的にブーブー言ったって、これも、まぁ、ちょっと面白いけど、抜群に面白いわけじゃないから、おしまいですもん、本当に。おしまいじゃねえよ！ねえ、なんですぐおしまいって言うんだろうね。お金がない。泣いてます、笑いながら泣いてます。コーラキャンディーたくさん買ったんだけどね、うまいね買ってよかった、超うまいんで。なんかね、カベンディッシュのコーラキャンディー買ったんだけど、うまいアング決めんだよ、その擬音、アングって言って食うっていうね。うまいね。
でもその飴食いながら笑っちゃうとなんかここら辺がビキーンってね、電気が走るんですよ。ミニ電気ね、ちっちゃい電気が走るんですよ。頭悪っ。ちっちゃい電気って、ちっちゃい電気が走るんですよ。だからなんかこれは俺が俗に言う幸せ、手軽な幸せ上限値。甘くて美味しい飴をね食べながら面白いもん見るとここがビキンってなるんだよね。ほんとやめてほしい。で、これがこの世の真理なんだろうな。お前それ以上幸せになったらいかんぞってね。ワザップです、これは。ライフハックなんでね。それか普通に俺の体の問題か。俺の体の問題なのかもしれない。俺特有のね、飴食いながら笑っちゃダメ病みたいなのが発動してるのかもしれない。漫画ね、買おうかな。何買おうかな、別に。俺が今買いたいの、ヴィンランドサガとさ、ワンピースカラー版全巻だから。ヴィンランドサガも全巻だけどさ、踊ってるうんちブリブリブリリブ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 リリブリブリブリリブリブリ。なんか踊ループ聞いたわ、フレデリックの。ムカついてるけどね、癖になるね、なんか。うん、癖になるとかあんま言いたくないけど、嫌いだけど好きです、踊ループは。あの相対性理論のあの子のなんちゃらかんちゃらみたいなのもいいね、癖になる。でも本当はみんなに俺はハイローズとクロマニオンズを聞いてほしいんだよ。大好きなんでね、俺。だから俺が誰かがなんかカバナグさんが猫を下ろすのライブを見てその音楽の最終回かと思ったとか言ってんのにキレてんな。そういう理由です。何が最終回じゃボケっていつも思ってるんで。コウモトヒロトが歌わない時点で、あのコウモトヒロトさんがね、コウモトヒロトってあんま言えないんだよな俺。あのなんかさ、加藤純一さんが言ってたその雑魚 YouTuber がその誰かにさん付けするのをキモいとか言ってたけど、俺は単純に人を呼び捨てできないんですよ。うん、なんかね、呼び捨てできんのよ。呼び捨てしたいよ、楽だから。だって3ってつける分の3っていうね部分省略できるから。うん、なんかできない。そのなんか丸々ぶっちゃってっていう、丸々はよくわかんないけど、あの丸々って伏せられてるわけじゃないよ、俺の動画でね。なんか芸能人気取ってるみたいな。いや、マリオデッセイしながら雑談するのが一番楽しいわ。うん、マリオデッセイしながら雑談するのは楽しすぎる。マリオ伝説、マリオ伝説、まあね、ほんと適当だからな。何しよっかな、何しよっかなっていうのが俺の口癖なんですよね、最近。うん、いいよね、何しよっかなって。すごいなんかもう溢れてない、いいことで。何しよっかなって口癖いいな。うん、なんかね、すごく良くない。でも別にやること言ったら飯食うか漫画買うかだけなんですけど、漫画買うか漫画読むかなんですけど、ドミノピザやっぱ念願で食いたかったんですけど、食った結果ピザーラの方がうまい、それだけ。俺はもう二度とドミノピザ食わないかなと言いつつ食うけどね、全然。でもなんかハッピーレンジとかそういうシリーズでなんかうまそうなのがないの、高いのでね。でも安いの行くと意外にうまそうなのいっぱいあるんでね。いや、でも絶対ピザーラの方がピザ絶対うまいからな、言わしてもらうと。絶対うまいよピザーラの方が。
俺は思うよ、脇かゆ。でもドミノピザもね、たまには気分転換でいいかなと思いました。いやサイドメニューがまずいんですよ。俺サイドメニュー大好きなんですよ。俺もサイドメニューが好きなんだよ。何でも好きなんだよね。俺も響きに出てくるさ、主役ではない方のあのやつ、俺はもう覚えてないんだけど、そういうのとか俺好きだったんだよね。主役ではない方の、ね、変身セットとか、俺はそれをね、お父さんとね、なんかダダこねてね、お父さんその響きのね、このチョーンってやつをね、今思ったの方、今思ったらそっちの方が絶対にいいと思うけど、いやこっち買った方がいいよって言ったけど、いやこっちがいいって言って、俺は泣いて頼んだ記憶がする。で全然すぐなくしたしコントじゃん、うん、そんな面白くないコントじゃん。全然すぐ、いやすぐ使ったわけじゃない、なくしたんだけど、いや結構ずっと使ってたんだよ。使ってたからなくしたって感じだと思う。別にね、いやでも飽きたこと飽きてた。途中からなんかクソつまんねえなと思ってたかもしれないけど。あー、金が入ったら仮面ライダー兜のベルト2個欲しいな。こうさ、持ち歩く、兜持ち歩く用とベルト用さ、2つ欲しいから。まあ、いいよね。俺が一番好きな仮面ライダーなんだろう。いや、大体好きだよ。ブレイドも好きだし、ファイズも好きだし、カブトも好きだし、仮面ライダーなんだっけ、キバだっけ、あいつ名前なんだっけ、あいつもなんだかんだ変身ベルト持ったし、オーズも好きだし、うん、でもなんだっけ、あれ仮面ライダーなんだっけ、宇宙来たーっていうやつあるじゃん。俺あんま好きじゃないんですよ。俺の嫌い、小学校の頃嫌いなやつがずーっと宇宙来たーってね叫んでたんで、キモって思って、うん、何な、そいつなんか笑いの引き出しが少なすぎるからすごい嫌なんですよ。うん、今ここでまたディスるけど、あんま面白くないからさ、そいつは。でもそいつめちゃくちゃ面白いのが、そのツイッターのユーモアを自由帳で見せてくるのは、中学校の頃面白かったな。おもろって思っちゃって。みんなにそういうの見せたいがために、ツイッターのユーモアのボケを自由帳にペタペタ貼ってくるの、なんか小学校から変わってなくて面白いなと思った。それをなんか、ジジイになってまでもやったら、それも一つの芸になるから、続けないでほしいよね。うん。別に俺の、いやでもそんな面白くないよね。確かに面白いけど。ため息いっぱいつきて。でもため息つくとクラッときちゃうね。よくないのかもね。じゃあ吸おう。さっきの分も。ああ、入っちゃった。おい。空気吸いすぎて気持ち悪いな。なんか気持ち悪いな、寝てねえからかな、さっき寝たよ。あ、飴ながら喋ってるからだ。飴舐めながら喋ってるからちょっとキモい。うまっ。でも喋ってる途中に飴舐めんのやめよう、喋りづらいから。でも今出すのも嫌だな。なんとなくこいつうめえからさ、途中で出したいタイプじゃないの。うまさゆえになんかずっと口の中にいてほしいタイプの、うまい飴、うまいコーラの飴見つけたよ、ほんとに。ニコニコしちゃうね。あ、痛い痛い。そう、ふざけんなよ。飴舐めながら笑うとめっちゃここが痛い。ムカつくムカつくねー。やっぱ自然体が一番楽しいよ。もうね、自然体っていうか黙っててもいいんだよ、そんな。かゆ、体かゆい。寝なきゃな。寝るか風呂入るかどっちかしないと。
何しよっかな。ニコニコしてるっしょ。これね、あの作り笑いじゃないですよ。結構ニコニコしてるんですよ。いや何しよっかなってポジティブ言葉だった。これから何するか、何しちゃうんだろうかですごいワクワクしちゃってる。ワク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 。空気がなくなった。ゼロ空気。頭悪い言葉最高。あー、なんかやることね、やることない、やること、どうしようかな、なんかないな、やることやっぱないな。すぐ泣くのやめるから俺、ね、みんなが指摘する前にやめるんだよ。いや泣く、泣き虫は嫌いだぜって言ったら、すぐやめる、泣くのは。小刻みっていうかね、あ、こういう時なんて言うんだっけ、なんだ、細切れ、小刻み、死ね、思い出せへんわボケ。うん、エセ関西弁最高、越関最高。ちょっとね、 YouTube はこんな厳しいからね。父が買い、あー何しよっかなマジで、やっぱワイヤレスイヤホン、もうすぐさイヤホンの線が断線してんの。でも俺くらいだからな、毎日使ってるやつはさ、マジで一日に、あの一日ずっとイヤホンつけてる時もあるくらいだからさ、そんな人間がねすぐ壊れるわ。なんか買った時は1年保証ついてたから、それでちょっとめんどくさいけどやろっかな。1年保証めんどくせえな。な、壊れましたって申告するだけで1個もらえねえかな。なあ、いい人ポイントが溜まったらそういうのできてほしいよね。信頼ポイントが。嫌だよ、ディストピアだろ、そんな。いい人ポイントとか。本当にやるのは違うだろうって思っちゃうけどね。最近ひっぺ剥がしたのさ、食えなくなってんの。俺の爪の溝汚えからさ、あ、こいつがなんか悪さすんじゃねえかなと思って、あんま食えないんで、それちょっとイライラしてる。あ、歯の裏に飴粒が、粒飴が、あー疲れた疲れた疲れた、疲れてない疲れてない疲れてない。そう打つじゃん、やめな、ほんとに。よし、じゃああれか、言霊実験するか。伸びる伸びる、俺は伸びるぞ、俺のチャンネルは伸びる。いやー、年内何人突破するかな、年内。まあ1万人は突破するでしょうって言ってね、突破してないんですよ。全然言霊も減ったくそもねえよな、減ったくれもねえよな。1万人突破しろしろしろ、1万人突破しろ、1万人突破しろ、1万人突破しろ。ねえ、そんなこと言っても突破しないんですけど、金が欲しくてたまんねえな。ファンサイトとか始めよっかな。一応始めといた方がいいよね。いつさ、その時代の波がさ、俺を人気の高みへ連れてってくれるかわかんねえわけだからさ、 YouTube で特典もなしに金だけやろうかな。こじきしよっかな。こじき最高。やっぱこじきは最高なんですよ、皆さん。わかりますか。うん。ファンボックス、ファンティア、あとなんだろうな。それで YouTuber で特定なしでね、投げ銭に抑えと。やっぱ金っていうもんはいいですからね。お金っていうのは必ずしもいいんですよ。肝かは気持ち。でも投げ銭だけじゃみんな入ってくれないからな、貧乏だから。みんな貧乏だからさ、入ってくれねえんだよ。俺のチャンネルのやつらも全員貧乏だからさ。貧乏っていうかガキだからね、そもそも。悪い言い方すると。金持ってねえんだよ。だからといって、相手しないかって言うと、それは別に違う。でも、俺があんま相手したくないなっていうのは、
あのつまんないやつなんで、金持っててもつまんないやつはね、金くれるだけで黙っててほしいんですけど、そいつから来るたびに死ねって送ろうかな、うん、そしたら絶対くれなくなるからな。つまんないやつが俺嫌いなんですよ。嫌いっていうかね、つまんないやつと過ごしてる時間はないんで。本当はね、前の生放送でもなんかクソつまんなかったんだけど、コメント視聴者のね、久しぶりに来たブレイブさんのコメントつまんなかったからすぐツイキャス行っちゃってさ、俺は買っちゃったよブレイブさん、ごめんな。俺は舌が肥えちまった。面白いものに対する舌が肥えたからマジで不快になってやめた。つまんねえから、つまんなかったらやめるから。俺は切れてやめづれえからな、すぐブチって切れればいいんだよな。そういうの心がけようかな。ネットの中だけでそれをやってもいいかな。つまんないんじゃ死ねボケガスがーって言って終わろうかな。あ、そういう汚い言葉使うと今規制入るからな。もう YouTube クソだね、ほんと。いや、ダメ、それはそれでバンされるしね。いやー、 YouTube もクソらしいからな。なんかラファエルさんの言った通りだな。ムカつくな、あの仮面ジジイがよ。ジジイの癖してな、あ、なんかそういう予想当てやがって。でまあ、YouTube っていうコンテンツ自体は滅びないんだけど、収益的なものでは廃れていくって言ったら本当そうだね。そういうのあるんだな、すごいな。あのジジイやっぱすげえな、すげえジジイだな。すごジジイじゃん。ジジイだからすごいのか、すごいからジジイなのか。正解はジジイだけどすごい。多分年齢も結構いってるだろうしな。30、40でしょ。30、40ジジイじゃん。でも年齢隠してんだ。でも人の悪口言っちゃダメなんだってね。でも俺は悪口言いたいよ、本当は。でもなんかその、悪口言うとさ、帰ってくんの嫌だから、俺はね、一方的に悪口を言い続けたいわけよ。弱い人間なのでね。皆さんと同じく。超口悪い。ほらね。俺で、素でこういうのがポンポン出ちゃうんで、優しくて性格悪いんです、俺。俺は心優しき、優しき心の持ち主であり、性格も悪いんですよ。優しいだけ。優しさあっても、やっぱ人間にはそういう側面があるとね、加藤純一教授も、って言うとね、誰ってなるけど、加藤純一さんも言ってましたから。でも俺も悪口言いたくてしょうがねえんだけどさ、悪口言うと炎上するじゃん。だから俺が悪口言ってもいい環境を作りてえわけよ。だから影響力ね。てか数字、チャンネル登録者なんか本当はすごい欲しいよ。なんか500万人くらい欲しい。500万人くらいあったらどんなに悪口言っても炎上するかもしれないけど大丈夫じゃない。やられるってことはないでしょ。嫌なやつの悪口言っても。でも加藤純一さんもな、まあでも。でも俺ってなんかね、その人自体が嫌いなことって少なくて、基本的にファンが嫌いなんですよ。〇〇のファン。なんでかって、その、虎の意を飼ってるじゃん、ファンっていうのは。虎の意を飼ってるかっていうか、俺はファンが基本的に好きじゃないんですよ。〇〇のファン。ファンが全部嫌いってわけじゃないんだけど、ファンって基本的に気持ち悪いじゃん。まあ、熱量の差ってのはあるけどさ。それがキモさを生んでるのかわからないけど、でもやっぱりキモいから、基本的に丸々ファンは。うるさいファンが嫌いなんだよな。何かみんな好きなものはあると思うんだけど、うるさくするのやめてほしいし、うるさいけど全然面白くないからさ、面白かったらうるせえけど、こいつ面白いからいっか、このファン。このファンたちって思うけど、別に面白くはないじゃん。基本的に面白くないから、だからパオパオチャンネルのあの画像を使うのとかね。ほんとやめてほしいよね。あんなパオパオチャンネルからあんな害悪が生まれるんだよ。パオパオチャンネルなんてな、もうね。いや、でもファンの育て方とかめんどくさいよね。俺も昔言ったよ。レイターとファンが育ってないとか言ったけど、ファンなんて操作できないからね。別に。俺の動画を見て育ったファンだから、まあ、結果的に俺が悪いんだろうけど悪くないけどね、別に。悪いけど悪くないんだよ。だってそう、変わってるのはそいつら自身の問題で、俺の問題では1ミリもないんだよ。だからレイターズがね、あれで言ってごめんね。本当にその時はごめんね。すごい対等な立場の人間みたいになってる。
いや対等じゃないよ、うん、俺の方が格上だから最低だいや数字はね、そらねそうですけど、まあ見ての通り分かりますけど、そのね、まあ面白パワーみたいな、面白い人、本当に面白い人間は面白パワーなんて言わないからな、うん、俺実はそこまで面白くないって言うとね、俺心がいつも痛むんですよ。それはみんなに合わせて言ってるだけで、俺ってやっぱりしっかりと面白いんですよ。うん、これはね、ハーバード大学の研究でもね、そこでもっと面白い大学の名前出せよな、せめてオックスフォードだろ、ハーバードなんて言うな、二度とつまんねえ名前使うなよ。ハーバード大学をつまんねえ名前っていうの、なんだろうその尖りは。どういう俺がこれから使う研究、まあオックスフォードかハーバードだよね、ハーバービュー。そこでクソみたいなダジャレボケ入れんねん、ほんとつまんねえから、寒いから、薄ら寒いだから地獄だ、煉獄です。煉獄って名前めっちゃかっこいいのに、煉獄そのものっていう名前全然なんかクソみたいな意味だった。もっとなんかかっこいい意味であってほしかった、煉獄って意味は。センスないなふざけんなよ、何がセンスじゃん、ね、いや煉獄ってめっちゃかっこいいじゃん、地獄より煉獄の方がかっこいいじゃんなのにさ、煉獄はなんかそのなんか地獄までの中低地圏みたいななんかの意味だったらしくて、雑魚って思っちゃって、いや中継時点ごときで煉獄って名前を冠してんじゃねえよって俺は思っちゃって、なんかマジで腹立った。あれはあんなかっこいい名前なのに、あんなかっこいい名前なのに中継地点なんだよ、なんか地獄とこの世の、多分そんな感じだった気がするけど、雑魚って思っちゃって、俺は煉獄のくせに中継地点って。俺はそれで本当になんかこれ考えた人、もっとかっこいいその場所の名前であってほしかった。全然かっこよくないから煉獄って、多分ね、ファンタジーのね、ファンタジーこじらせ野郎がなんかの本とかあの漫画とかで煉獄をかっこよく描写してたらね、よろしく、うん、あ俺別見たくないけど、脇かゆ、風呂入ってねえからな俺、風呂入ってねえんだよ、なんでかってね、入るパワーがねえの最近分かったんで、自分のことを考えたらね、なんで俺が爪切れなかったり歯磨きできなかったり、あれなんだ、あお風呂で体洗えないかっていうと、俺こだわりを持っちゃったんですよ。あのこだわってるものにその生半可なね、なんだろう、気持ちでやりたくないっていうか、真摯な態度で向き合っていきたいと俺はいつも思ってるんで、手を抜きたくないんですよこだわってるものに、うん、でも毎日やる、だから散歩も俺ができない理由はそれかもしれないな、っていうのは嘘、散歩は別に外が臭いし、あのガキとかジジイババアに会いたくないから、地元のガキとかジジイとかババアに会いたくない理由は何でしょうか。ガキとジジイババアに会いたくない理由はね、あの挨拶しなきゃいけないから、別に挨拶したくないんですよ俺はね、えうん、人と挨拶なんかしたくないからね、うん、最低だ最低か、うん、別になんかどうでもいいから、なんで挨拶しなきゃいけないんだろうと思って、うん、挨拶したくなったらするし、でも挨拶したい気分なんてほぼないから、挨拶したくないなと思ってますけど、常日頃からね、うん、かゆ、あーうんち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 、やめようそんなギャグ、うん、ちょっと面白いけど、ちょっと面白いけどね、炭酸飲もちょっとなんかね、変な色がついた、コーラの色がついた、いやダイエットできないね、全然できない、かゆ、野菜食べなきゃいけないらしい、あの野菜食べなきゃ脳卒中のリスクだから、俺はもう1日分の野菜とかいうジュースで俺は補うぞ、俺の体を頑張って補おう、一日分の野菜とかいうやつで、はかゆ、かゆみ沢、かゆかゆ、はい、
なんかすることないかな。ありません。喋るの楽しいけど、ここら辺でおいとましとこうかな。おいとまって言葉言ってちょっとニコニコしちゃった。いや、おいとまって言葉使ったぞ。言葉ポイント高くね。おいとましますってさ、あんま言わなくね。おいとましますって合ってるか分かんないけど、合ってるか分かんないもの多すぎる。調べれば分かるかもしれないけど、調べるのだるすぎる。うん、そういうもんです、世の中って。キモ、世の中語んなよ。うん、誰も語っていいもんじゃないからな、世の中なんて。いや、ダンスあるダメだよ。何しようかな。あー、唐城、唐本高木でも見るかな。なんだよ、その略し方。ちょっと間違った略し方。からかい上手の元高木さんね。唐本高木さんでも。うん。唐城持ったか、見るか。やだな、金払いたくねえな。おい、じゃあ漫画村で見ろって。ダメだよ、漫画村で見ちゃう。すごいなんか拒絶っていうかね。絶対に見ちゃダメなんだろうね、漫画村では。ね、あー、何しよっかな。やることなくなった。今、マジでふわふわした存在になってます。今、ほんとなんかね。脇めちゃくちゃ痒いな。頭かゆ。プリットチャンネルの過酷すぎる一日100系戦火で危険と批判の声。どうでもよくないか。炎上おもろ。炎上について笑うなよ。別に。100円生活だって。ユーチュラって名前ちょっとやめてほしいよな。なんでそんな名前すんだろうな。チュラって結構キモいよな。そんな名前つけてほしくないよな。うん。ユーチュラって YouTube ランキングユーチュラ。って俺ならニコニコしてこのね頬をねこう釣り上げてベチンベチンベチンってここをえぐらせます。それくらいのね自分への戒めとしてねやりたいよね。俺がユーチュラ管理、YouTube ランキングのね、管理者だって、うわ、なんでこんな名前つけたんだろうって自己嫌悪に至って、こう、このね、頬の肉固め、ベチチチチチってね、パンチでここえぐらせます。はい。それくらいの戒めは必要だと思います。頭かゆい。頭めちゃくちゃかゆいな。あ、頭かいたらめっちゃ痛くなっちゃった。あ、今日はもう寝ようかな。眠いしね。廃業見せちゃおうかな。別に廃業じゃないんじゃない。チェンジワイパーガラコガラ唐突にチェンジワイパーガラコ歌いたくなっちゃった。人生って楽しいな。最高じゃん。あの皮肉なしね、ストレートっていうかそのままの意味で受け取ってくださいよ。本当にね、そのままの意味で受け取った方がいいよ。今の言葉、人生最高ってね思ってます。あの今のね気持ちはあの半目っていうか白目をしてたんですけど、どんな目になってるか知らないんですけどね。俺が次食うもんは寿司、高い寿司を母さんにおごらせます。はい、俺はクズなんで、クズとか言わないで。本当に確かにクズかもしれないけど、クズじゃないんだよ。お前だけはクズじゃない。すごいね、なんかね、すごいとこみんな見ちゃったっしょ。いや、お母さんにおごらせるのはね良くないから。よくないけどやるけどね。まだ俺はご飯にお金使いたくないんですよ。なんでかってさ、俺やっぱご飯大好きだから、すごいお金使うの。ご飯ってね。で、漫画買った方が絶対いいじゃん。だからね、お母さんに全部やっぱ飯は買わせなきゃなって思ったけど、お母さん金ないんだよ、本当に。お母さん頭悪いんでいっぱい借金しちゃったね。本当頭悪いんでね。俺はって。それで頭悪いからいっぱい借金しちゃったし、あとお母さんの差がなんですよ。物欲がものすごいらしいんですよね。なんかすぐいっぱい買っちゃうけど、なんか俺のこともですって言うんだけど、それだけでいい。なんかマジで腹立つね。いやでもね、みんなが食べたいものを買っててお母さんが買いは
なんか解説っていうか話し始めるとちょっと俺ブチ切れそうになるんですよね。いや別に前も結構買ってたじゃんすぐって、なんかディズニー行くたびにミニーちゃんのバッグとか財布とか揃えてて、えっ！ってなっちゃってたけど、なんかそのディズニーで帽子買うみたいなノリで結構な買い物してたりしたし、それはちょっと自分的には衝撃的だった。えっ！ってなっちゃって、うん、思ってましたけど、まあ今はそうだよね、それは確かに。なぜかお父さん食費 払ってくれないっていうね。あのお父さんもそれは稼いでんだけど貯金してるっぽいんで、でも貯金してるけど全部家具に使ったしね、おしまいだよ本当に。貯金してると思ったら全部家具で消えた、アホがよアホじゃないよ別に家具に使うの。あーワンピース全巻買いたい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 、俺はワンピースが好きなのになんでワンピース全巻持ってないんだよ本当に。持ってるのが自然の通りだろうがいいよ、本当に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 。うんこうんこうんこうんちうんこうんちうんこうんちうんこちんこうんこちんこうんこつつちんこちんこうんこうんこうんちちんこちんこうんちうんちちんこ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 ちんこうんちうんちちんこうんうんちちんこうんちちんこうんちちんこうん。めちゃくちゃソースになってる。これ夜になるとね、すごい気持ちがめいるんだよね。あーブックウォーカー腹立つな。なんかブックウォーカーでポイントとかさ、ランクに踊らされてめちゃくちゃ買っちゃった。で別にいいかな。でも 2回目を読み返さなんだよさ、漫画だから何のために買ってんのかよくわかんないんだけどさ。イエー、もう終わりにしとこうかな。寝たいしね、ネムネムしたいし、ネム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 って本当は言いたかったけどキモいかなって思って寝たいって言ったけど、やっぱり言いたいことは言っとかなきゃって言ってネムネムってなったけどね。これだったらなんか変な空気になったじゃんとか言うかもしれないけど、別に俺は一人なんで変な空気になってません。はい、俺が何を言おうとどんなね、いつもね、なんかそんな空気に変わりはないと思います。かゆ、風呂入んなきゃ。 あざした、楽しい雑談ありがとうね。うん、俺に言ってますよ、皆さんに言ってません最低だ